セオさん、今日は来ていただいてありがとうございます。ああ、それではパーティーに誘っていただけますか。行き先はデルタサーバー、従順なる怒涛の万葉です。私をパーティーに誘ってもらえますか。行き先はデルタサーバー、従順なる怒涛の万葉です。Thank you.
じゃありませんでした。迷惑だと思うなら最初からメールしなければいいだろう。このエリア私のお気に入りなんです。今夜は月がいつもより綺麗。いつもよりってなわけないだろう。ゲームだぞこれ。じゃあ獣人像を目指していきましょう。なんだこいつ、ロボットか。進路不明、燃料不足のため機能停止、不時着。通りがかりの生命体を捕捉、燃料要求を開始する。ピーチム玉フリーズ。不時グラ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 。you
柿の木というギルド名の由来はですね。興味ねえ。まあまあ、聞いておいて損はないですよ、長谷尾さん。月の木は七司会という幹部会で運営されています。榊さんのこと覚えてますよね。榊さんも幹部の一人なんですよ。チッ、聞いてらんねえ。あ、ちょっと長谷尾さん、待ってくださいよ。
やっぱり戦うんですね。当然さん。なんだよ、もう月の木は十分だっつーの。あっちの方から何か聞こえませんか？何も聞こえねえ。そんなはずは。ほら、何かざわめいてます。確かめに行きましょう、長谷尾さん。は？なんで俺もなんだよ、一人で行けよ。一緒に行ってくれないんですか？ああ、行きゃいいんだろ、行きゃ。ありがとうございます。こっちです。不思議な音。確かめに行きましょう、長谷尾さん。不思議な音。確かめに行きましょう、長谷尾さん。不思議な。聞こえる。向こうから音が聞こえるみたい。長谷尾さん？このサイン、トライエッジ。トライエッジ？そういう名前なんですか？何？長谷尾さん！トライエッジのサインに吸い寄せられる。グラウンドでしょうか。でもこんな地底湖があったなんて。もしかしたらこれ大発見かもしれませんね、長谷尾さん。長谷尾さん、あそこに人が。綺麗。聞こえる音、あの人の方から。あいつ何なんだ。聞いてみましょう。
待ってください。危ないぞ、止まれ。何？上がってろ。いっけ。俺のメイだ。なんだこいつら。あ、やったのか。ふう。無事かい、お二人さん。なんかあんまり歓迎されてないみたいだな。まあいいや。そっちの子、大丈夫？あれ？私、どうしちゃったんですか？どうって？なんか、変なモンスターに襲われて、すごい音がして、びっくりして記憶飛んじゃったのかな、なんて。気を失ってたのか、リアルで。何はともあれ、間に合ってよかった。あなたは？俺？ああ、実は CC 社の調査員なんだ。システム管理の人？ゲームマスターさん？ま、似たようなもんかな。このエリアのバグ通知を受けて飛んできたんだけど。あのモンスターバグデータだったんですか？そう、データが修復されるまでここには近づかないでね。嘘だ、あれはバグデータなんかじゃねえ。そんなもんでプレイヤーが気失うかよ。それにモンスターを倒したでけえ人形みたいなのは何なんだ？人形？見えたんだな、アバター。アバター？そうだよ、死の恐怖の長谷を。 CC 社の調査員はプレイヤーの通り名まで覚えてるのか？まさか。ただ偶然にしてもできすぎてるって思っただけさ。は、いやいや、こっちの話。君、アバターのことを詳しく知りたいだろう。別に。君も使えるよ。は？俺のアバターが見えたってことは、君と君の PC には資質があるんだ。長谷、
あなたの PC には危険な力が秘められている。俺たちの本部へおいでよ。君の探してるトライエッジの情報も得られるかも。てめえ、なぜそれを。だからさ、そういうのもひっくるめて、とにかくおいで。なんかすごいことになっちゃいましたね。お前のほほんと笑ってる場合か。どうしたんですか、ハゼオさん。突然怖い顔して。一歩間違えばお前。いや、なんでもない。でもこんなことになって迷惑かけちゃいましたよね。自覚はあるんだ。ごめんなさい。あの、もう一度名誉挽回のチャンスをもらえませんか。次に誘うときは経験値を稼げるエリアにしろ。はい。俺たちプレイヤーが知らないことを知ってる可能性が高いな。どんな些細なことでもいい。トライエッジやシノの情報を手に入れられれば。傭兵地区でクーンが待ってる。傭兵地区へ急ごう。